ジョン・パトリック・オーニールは、アメリカのタイトルを作戦専門家、元連邦捜査局捜査官、ニュージャージー州アトランティックシティ出身、アメリカ同時多発テロ事件により命を落とした。1976年、子供の頃からの夢だった連邦捜査局の捜査官となったジョン・ピ・オーニールは、1995年、本部のタイトルを作戦部長、1997年、 ニューヨーク市局の特別捜査官を歴任し、1993年のワールドトレードセンター爆破事件の主犯ラムジ・ユセフの逮捕や、ケニアとタンザニアにおけるアメリカ大使館爆破事件、イエメンにおける米韓コール襲撃事件などの捜査に関わった。2001年8月、連邦捜査局を退官し、ニューヨークのワールドトレードセンターの保安責任者に就任した。オニールは、 アメリカの治安担当の要職にあって、ウサーマ・ビン・ラーディンやアルカアイダに早くから着目した数少ない人物の一人であり、彼らに最も詳しい専門家の一人であった。しかし、連邦捜査局を退官して間もない2001年9月11日、くしくもビン・ラーディンらが引き起こしたアメリカ同時多発テロ事件に巻き込まれ、命を落とした。オニールについては、 米 PBS の長寿ドキュメンタリー番組、フロントラインが2002年10月3日放映会、ザ・マン・フー・ニューにて取り上げている。また、他にも、作家ローレンス・ライトによる、倒壊する巨頭あるイだと、9.11への道、そのドラマ化作品である、倒壊する巨頭、米 ABC のドラマ番組、9.11、アメリカ同時手初テロ最後の真実など、 オニールを題材にした書籍や映像作品が発表されている。ローレンス・ライトによれば、オニールは早くも1995年、タイテルを作戦部長に着任早々、ウサーマ・ビン・ラーディンに強い関心を示していた。また、1996年頃の時点でも、ビン・ラーディンを調査していた、連邦捜査局の捜査官、ダニエル・コールマンの報告書に本気で、 関心を示した幹部は、中央情報局を含めてもごく少数であり、連邦捜査局ではオニールだけだったという。ローレンスライト、東海する巨頭アルカイラと、9.11への3、下間平賀秀明役、白水社、2009年、ピアニッシモ、19、78から79。日本では、日曜洋画劇場にて2009年9月13日、放送。 ありがとうございます。